どうもこちらですいやーほんとねあのすごかったっすね今日の試合もあの大社高校対神村学園のベスト4をかけた、えー、この熱い試合、えー、ゴッド対ゴッド神対神の対決でしたあの神、ー、村学園さんが勝って、えー、大社の夏が終わったんですけどあれねもう最終回のあのー 粘り、えー、満塁で、みんなでないでつないで、満塁で、ね、4番かよと言ったところで、まあ、結果的に、えぇ、ー、ゲッツーで、えー、試合が終わってしまったんですけど、あそこまでに至るまでに、なんていうんですかこの、大社高校のナインの、 そして監督の目が死んでなくてまだまだいけるぞと逆転するよぞとでその中心だったのが藤江君の目でしたねいやあのまだまだいくぜみたいなもうほんと目が死んでなくてキラキラしていて眼光鋭くてで藤江君がランナーに出塁するわけですけども本当に誰一人最後まで諦めてなかったというかうん。 本当にねなんか高校野球の原点というか真髄というか本当にこう代謝高校の、えー、今年の夏のこの代謝戦闘でまた一つちょっとね、えー、勉強になったというか本当に代謝の夏素晴らしかったよくやったって言いたかったですね本当にナイスゲーム本当に敗れはしたものの本当に最後のこのあ最後まで諦めないこの代謝高校の野球本当に素晴らしかったで今日の、えー、ゲームの流れというと。 代謝がいい形で先制点をもぎ取ってさあ、いくぞといったところでね今大会、球数制限という中で馬庭君が先発しなかったということで石富監督もですね苦渋の決断と言いますかやっぱ選手を守るそういった選手ファーストの考えもありますし えーまあ、マニュアル君を、ね、休ませたいという気持ちもありますし、えー、マニュで行きたいという気持ちもあったでしょうし、まあ、そこはですね、えー、監督しか分からないんですけども絶対にここは苦渋の決断でマニュアル君をベンチスタートということだったんですが、えー、代わりに投げた、えー、ピッチャーもですね、えー、なかなか請球が定まらない中、まあ、大甲子園という中でねしっかりと、えーまあ、ゲームを作ったのかなという,ふうに思って見てました。 でまあ、2, 対2対1ということで神、えー、村学園さんにです、ねまあ、先を越されるという展開になったんですが、えー、その前の1対1、1点同点入れる場面大社高校あそこもですね、まあ、今大会何回か神がかったミラクルがあったわけですけどもそこもですね、やっぱりミラクルが起きるんですね。 で、今回やっぱこの7、8、9、1、2というこの下位打線から上位打線につながるこの大社高校の流れ必ずこの下位打線がやっぱり頑張るんですよね。ということはやっぱり下位打線がしっかりとチャンスを作って上位打線に返すっていうこのしっかりとした基本的なサイクルができている中でやっぱり大社高校のミラクルっていうのが あったのかなという裏付けができるのかなという,ふうに思っていてそこで必ず活躍してくるのが絡んでくるのがこう高橋くん兄弟あ君双子の兄弟の高橋とわ君セカンド守ってるんですが高橋とわ君いいところで回ってきていい仕事してたなって今大会なってう,うに見ていてで守備もですね高橋君神降臨みたいな感じでね X のトレンド入りしてましたしあのボールを候補するのかということころで、ね、守備2回ぐらい。 えー、しっかりとした、えープレー出ておりましたし幾度と神村学園の、えー、攻撃をですね高橋く君の守備力であの紡いでいったとっいう場面も見えましたしあとはそのキャッチャーの、えー、送球で今日は神、ね、村学園の足をですね3つかな3つ盗塁手ということで刺したし もう本当にセカンドに神いるわ、キャッチャーに神いるわ、ピッチャーマニア君は神だわ、みたいな、藤原君は足の神だわ、みたいな、もう大社高校に何人神がいるのか、そして一体どのぐらいの神がお前降りたんだっていうことで、ね、まあその出雲大社っていうのはその縁結びの神様がいるということで、 えー、本当にこう由緒正しきこう、ね、あの有名な神社なんですがもうそこに八百ズの神がもうみんなこうそこに集まって大社にミラクルをか,か,かけてたんじゃないかなっていうくらいですね本当にすごかったです大社高校の,その戦いぶりとミラクルぶりと、えー、ひたむきさっていうのが本当にすごかった。で上村学園もさすがで やっぱりその4点入れたビッグイニングの回なんですが、マニアく君のやっぱりこうちょっとスピードが落ちたスロー、まあね、131キロ、2キロぐらいストレートをしっかり叩いてたし、甘く入ってしまったボールもですね、上川く君がしっかり叩いてとあそこの場面、4点入れた回っていうのは本当に集中打、素晴らしかった、あの上村学園さんの打撃、もう打撃のチームだなとうう見れたんですけども。 本当にこの試合もですね、上村さんのその打撃の強さ、えー、というものは、えー、垣間見えましたで、勝宿もしっかりとヒットを打ちましてまあ、こう復調しておりましたしこの上村さんの今後の,そのベスト4、えー、準決勝の戦いというのもですね、かなり、えー、打撃好調な中で、えー、臨めるんじゃないかなというふうに見ておりました。 でまあ、大社高校の方に話を移すんですけども、大社長が人口5000人という中で、今日大社の応援が3000人という中で、もう島根県大社町には人間、人がいないとかね、えー、試合が始まると人手がいなくなるとかね、本当にもうなんですか、この大社町の、えー、島根県の県内外にですその全国的にもこの大社フィーバー、大社、えー、旋風ということで、かなりの、えー、ファンが、 えー、ついたんじゃないかなというふうに見てまして、その一人の、一人が私、こうちゃんもなんですが、もう大社の夏でしたね、本当に。うん。で、えー、バーチャル高校野球の、えー、コメント数もですね、大社高校のコメントをほぼほぼで、4500件近くの、えー、リアルタイムでコメントがありました。 っていうのはやっぱりこう解説もですね、中盤ぐらいまではね、大社のことを褒めていたりと、で、応援もアルプススタンド、もう本当に去年の慶応みたいな感じで、もうほぼほぼもう大社の応援で、その中でこう今日先発した中3日の、えー、上村学園の今村くん、 えー、本当にポテンシャルのあるピッチャーで、やっぱ上村で一番つけてるだけ実力あるピッチャーなんですが、やっぱりそういったピッチャーでもあの応援を、えー、う、ま、ま、あのー、真っ正面に受けて投げるとやっぱり相当なプレッシャーだなと。そういった中で、えー、今日今村くん投げていて、 まあそういったプレッシャーもあったのかわかんないですけど、突如こう制球を乱したということで、まあちょっと交番して、まあ早瀬くんに変わりましたけれども、その早瀬くんがですね、投げたと、まあ2年生でまだあのピッチングできるのかということで、えー、まあ4回パーフェクトゼロゼロ,ゼロ攻守で、まあね、要所を打たれてまいましたけれども、しっかりとね、まあ、決め球のスライダーを投げて、えー、要所を抑えていて、結果的には9回まで0点ということで、 まあその今村くんがプレッシャーの重圧にちょっとやられてしまったところを2年生ピッチャーの早瀬くんがしっかりと引,け引きしをしてくれたそこにちょっとね、えー、今日の、えー、キーな、えー、ところがあるのかなと本当に今回今年の夏 大社高校に見せられて、そして感動して、勇気をもらって、そして改めて高校野球の素晴らしさ、面白さ、そして甲子園の魔物、勝利の女神、そういったところをね、存分に見せてくれたなと、そしてまた新たなその高校野球の歴史の1ページを大社高校が刻んだなというふうな大社の夏になりました。本当に最終回ね、もうこうちゃんね、あのー、涙、 垂ららししながら見てましたあのね本当にこうなんかそんなにこう見ながらこう感動するっていうか涙流すってことは僕自身ないんですけどなんかこう画面越しからこうなんかこう大社のこの大社野球っていうのがね本当になんか素晴らしくて3年生の最後のこの意地というのも見えたしなんていうんですかね本当にあっぱれナイスゲームよくやったもう100点120点200点ぐらいの夏だったんじゃないでしょうかね本当に大社の夏。 本当に感動ありがとうございました。勇気ありがとうございました。ということでね、そういった方は多いんじゃないですかね。うん。まあ、今日、えー、本来であれば、えー、勝ってベスト4ということで、えー、まあ、決勝戦まで行くという意気込みでやっていったと思うんですけれども、やはりそこに、やっぱ神村学園というね、神、えー、村学園様鹿児島県勢初の優勝を狙っております。 本当にあの、高い壁だったと思います。しかしそこの壁を超、えー、えることはできなかったんですけども、本当にね、えー、甲子園の歴史、えー、そして県の歴史に、えー、なったという、そういった大会になったんじゃないかなというふうに思います。で、一方、神浦学園さんなんですけども、やっぱり、えー、打撃、えー、そして勝ち切れる守りというのは本当にやっぱり、さすがだなと言ったところで、えー、しっかりとしたチーム、えー、実力ある選手も多いですし、 監督さんの采配というのも際立っておりますしこのね大社に勝ち切ったとっいうこの一戦がおそらくターニングポイントになるだろうとでベスト4進出ということでね次はあと準決勝、決勝と日本一まで2つということなんでぜひとも、この亀村さん優勝してもらいたいなと大社の分まで頑張ってもらいたいなというふうに思って試合見てました。とということでね本日は 大社の夏終わる、えー、神対神対、えー、勝利の女神どっちらに微笑むのでしょうかということでねお伝えしましたけども今日の甲子園ですね途中横殴りの大雨が、えー、降っていてこれ神様怒ってるのかなとまたこれ試合ちょっと荒れるのかなと言ったことでちょっと神々しいみたいなその何て言うんですかねこう 異様な雰囲気だったんですよね。でも最終回、しっかりとね、あの、小雨になって、えー、ライト点灯して、そのライトがピカーンとね、なんか綺麗な感じで甲子園を照らしてですね、あなんかこう、神様もようやくこう落ち着いたのかなということで、えー、なんかこう、すごい、えー なんか神々しい試合でした、本当にこうちゃんなんかスピ,チスピリチュアル的なあ要素も感じました。ということでね、本当にこう大社高校で神村学園さんの一戦、ナイスゲームでございました、そして大社高校の9、えー、関係者、えー、感動ありがとうございました、そして、えー、お疲れ様でした、神村学園の、えー、皆さん、関係者、日本一目指して頑張ってください。えー、皆さんの、えー、大社高校に、えー 対するコメントであったり、上村さんの応援コメントであったり、いろんなコメントお待ちしております。コメントでコミュニケーションできればと思っておりますので、コメントどしどしお願いいたします。そしてチャンネル登録といいねもよろしくお願いいたします。ナイスゲームそれでは、じゃ